原子力潜水艦。原子力潜水艦は、動力に原子炉を使用する潜水艦のことである。原船と略されることもある。以下では、原子力潜水艦について説明するが、機密事項になっており不明な事柄も多い。原子力潜水艦の構造は、もう一方の代表的な潜水艦の推進動力方式である、ディーゼルエンジンを備えた通常動力型潜水艦と、 基本的な構造の点では同様である。すなわち、いずれも、船体は累積型や葉巻型をしており、船体上部前よりにセール、その側面か船体全部側面にセンダーを持ち、完備のスクリュープロペラで推進する。原子力潜水艦と通常動力型潜水艦との大きな違いは、スクリューを回転させるためのエネルギーの発生源である。原子力潜水艦では、 原子力すなわち核分裂により生成される熱エネルギーで水を沸かてタービンを回すことでスクリューを回転させるのに対し通常動力型潜水艦ではディーゼル機関を作動させてスクリューを回しているその違いを反映し原子力潜水艦は通常型潜水艦より複雑な構造となっており船体も大型となるまたその運用を比較すると 通常型潜水艦が沿岸域での運用を比較的得意とするのに対し、原子力潜水艦はより広い外洋域での運用を得意とする。ただし、これらの運用は専門化しているわけではない。潜水艦建造と原子力技術の双方を持つ国は限られており、日本やオーストラリアなど技術はあっても原子力の軍事利用を禁止している国は導入できないため、 原子力潜水艦保有国は2018年現在、アメリカ合衆国、ロシア、イギリス、フランス、中国、インドの6カ国のみである。インドを除く5カ国が攻撃型原子力潜水艦と弾道ミサイル原子力潜水艦、戦略ミサイル潜水艦という2種の潜水艦を保有している。このうち攻撃型は通常型潜水艦と同様に敵水上艦船や 敵潜水艦を攻撃するため、場合によっては、音密裏に人員輸送を行うために利用れる。これに対し弾道ミサイル型は、通常型潜水艦では行えない弾道ミサイルの発射プラットフォームとしての任務を担っている。このため、弾道ミサイル型は、攻撃型より大きな戦隊となっている。アメリカ海軍は21世紀に入って、弾道ミサイル搭載系を、 巡航ミサイルの発射プラットフォームである巡航ミサイル潜水艦へと改造している。以下に原子力潜水艦の特徴を示す。原子力潜水艦では高温高圧の水蒸気を発生させる熱源として原子炉が利用され、その水蒸気によるエネルギーを利用してスクリューを回すための駆動力を得ている。その駆動力生成の形式は二つに大別される。いずれにしても 原子力潜水艦では、推進動力の生成のために、原子力を使用する。以下、特に断りのない限り主に前者について説明し、後者は原子力ターボエレクトリック方式として説明する。通常、原子炉の冷却系は安全のために複数、設けられている。なお、原子炉自体の数は、原子力空母では一つの艦に、原子炉を二基以上備えているのに対し、 原子力潜水艦では1機、または多くても2機である。原子力潜水艦の原子炉の形式は、現在までのところ一部例外を除いて加圧水型、原子炉のみである。別の代表的な原子炉形式である、沸騰水型原子炉が採用されたことはない。これは、潜水艦においては、海洋状態や気象、艦の軌道によって船体が揺れたり傾いたりする可能性があり、 沸騰水型では冷却水が老心を十分に冷やせない事態が懸念されるためである。なお、沸騰水型原子炉との比較の上で加圧水型原子炉ではいくつかの機械要素を追加しなくてはならない。例えば、蒸気発生器、加圧水を循環させる強力な循環ポンプ及びその高圧配管、並びに二次冷却水のためのポンプ及び配管は、加圧水型原子炉にのみ必要となる。 このため、加圧水型原子炉では構造が複雑となるものの利点も生じる。つまり、一次冷却水系統と二次冷却水系統が分離されているため、二次系にある蒸気タービンや複水器といった補機類の点検整備が放射線の危険から離れた位置で行うことが可能となるのである。ただし、一次冷却水が何らかの形で漏えいした場合はこの限りではなく、 特に蒸気発生器は複雑で脆弱な配管構造を持ち放射能漏れ事故の原因となりやすい。実際、初期の原子力潜水艦においては信頼性が低く、これらの構造がしばしば事故の原因となった。原子力潜水艦中における原子炉は鉛筆等が組み込まれた専用の耐圧核壁で仕切られた原子炉区画の内部に設置されている。これは人体に 有害な放射線を遮蔽して、船内の他の領域を安全に保つ他である。原子炉区画は、缶の後ろ寄りに設けられていることが多く、缶の主要な部分を占める全部と、タービンや、層だ機などのアルコーブを結ぶために、鉛などで防護された狭い通路が、原子炉区画の上や側面を貫いている。原子炉の動作には酸素を必要としないために、長期間の連続先行が可能である。また、 原子炉の核燃料棒の交換も数年から十、数年に一度で済む。このため、ディーゼル燃料を消費する通常型潜水艦のような酸素補給のための先行時間の制約や頻繁な燃料補給の手間はない。蒸気タービンの軸受けや原則気用の潤滑油は定期的な補給が必要となる。他の燃料に比べ、その頻度は少ない。原子力潜水艦では、 管内の人員の呼吸に必要な酸素も豊富な電力で海水から電気分解によって作り出すことができ、呼吸により排出される二酸化炭素も科学的に吸着除去される。これらの特徴から原子力潜水管では機能維持及び人員生存のための浮上は原理的には数ヶ月間に一度で十分である。ただし長期間の連続潜航が原理的に可能であっても、 実際には長くても2ヶ月程度の連続選考しか行わない。これは新鮮な食料の補給、艦外からの整備などが必要であること、及び乗組員の心理面への影響が考慮されるためである。アメリカ海軍では戦略ミサイル拳戦のクルーはブルーとゴールドの2組を用意しており、1つのグループが70日間の航海を終えて飛行すると約1ヶ月ほど、 艦の整備などを行い、その後もう一つのグループが70日間の航海に出ていく。そして航海を終えた方のグループは、しわしの休暇の後訓練を行うというローテーションを繰り返す。原子力機関は最大出力でも燃料消費をそれほど考慮する必要がないため、高速構想を長時間継続することで、対応の変地まで遠征することが可能である。 溶有金属冷却原子炉を採用したロシアのアルファ型などは水中最高速度は40ノットを超えると言われる。通常動力潜水艦でもアメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアのように30ノット以上をはっきることは不可能ではないが費用便益比において現実的ではなく同様の基軸を実現した例は他にはない。ただ原子力潜水艦においてもタービン音や 外部装置の引き起こす下流などが大きくな容易に探知されるので、高速での航行はそれほど頻繁に行われるものではない。しかしながら、十分な探知能力を持たない、紛争地域への急行などでは、その機動性は絶大な力を発揮する。戦術運用ではなく、定位置付近でのミサイル基地としての役割や通常、パトロール的な敵艦の追尾などにも適している。 原子力潜水艦の欠点は電動機推進時、エンジンは停止のディーゼルエレクトリック方式の潜水艦に比べ静粛性が劣ることである。原子力機関は他の動力に比べ頻繁な停止、再起動が難しいことから一度起動した後は事故が発生しない限り定期検査まで起動させたまま出力を調整するにとどめるのが基本である。 また作動中は冷却水循環ポンプを止めることができないため、加圧水型原子炉ではこのポンプも大きな騒音発生源となっている。なお、アメリカ海軍の最新原子力潜水艦では、低出力時には冷却剤の自然循環のみによる運転が可能で、ポンプの運転が不要と言われている。ギアドタービン方式特有の弱点を克服するため、 蒸気タービンで発電機を動かし、電動モーターでスクリューを駆動する原子力ターボエレクトリック方式による推進システムが採用された例ある。例えば、フランス海軍の原子力潜水艦はすべてこの方式を採用しており、他にもアメリカ海軍が2度、タリビー、グレナドピーリプスコム使用している。ただ、この方式は蒸気タービン方式、ギアドタービン方式に比べて出力、 重量比、効率、整備性が悪く、水中速力も劣る。この方式のメリットは、短時間であれば原子炉を低出力に維持した状態で、内蔵の蓄電池によって航行することも可能で、蓄電池を介して電力が供給されるので電動機の出力応答性も優れる。また、タービンと推進機を電達軸で連結する必要がないため、 水密区画に伝達軸を通すための穴を開ける必要がないのでダメージコントロールや機器配置の自由度に優れる一面もある。なお、近年では交流電動機やパワーエレクトロニクスの導入により整備性や効率、出力に関しても改善されつつある。加えて原子力潜水艦特有の問題ではないが原子力によって大きな推進力が得られてもそれに応じ、 スクリュープロペラで生じる騒音も大きくなるという問題もある。また高速回転する蒸気タービンの軸出力で低回転のスクリューを回すため減速装置として減速ギアを介在させる必要があり、ギアドタービン方式この減速ギアが大きな騒音発生源となる。そのためポンプジェット方式による推進方式を採用する潜水艦も一部にある。 ポンプジェットは高速性、静粛性において優れていたものの、推進効率に関しては、従来のスクリューよりも劣る。このため、通常動力型潜水艦では、実験的に使用された段階に止まっていたが、原子力潜水艦ではこの利点を生かすことができる。原子炉としての問題点と同様であり、開発、建造、維持運用に非常に費用がかかり、用途廃止となった後の原子炉。 核燃料の処理の問題、メルトダウンや放射の漏れの危険性などがある。アメリカ海軍では、心臓艦の原子炉に濃縮度20から30%程度の高濃縮ウランを用いた燃料棒を使用することで燃料の寿命を艦の寿命と等しくし、実質的に燃料交換を不要にして、原子炉の維持費の大きな部分を占める燃料棒の交換費用をなくし稼働率の向上と、 放射性廃棄物の減少を図っている。ただ、この高濃縮欄の使用が原子力潜水艦の危険性をさらに高めたという敵がある。原子力動力との対比のために通常動力での潜水艦、通常型潜水艦の特徴を以下に示す。なお、以下の通常型潜水艦には、エイプ動力潜水艦は含まれないものとする。通常型潜水艦は、 水中では蓄電池を動力とし、この充電のために適宜、先進度を構想して、シュノーケルから空気を取り入れ、内燃機関であるディーゼルエンジンで発電機を動かさなければならない。通常型潜水艦は、通常の潜水航行では充電したバッテリーとモーターしか使えないため、バッテリーを消耗すると潜水航行できなくなる連続潜航時間の制約。また、 内燃機関の燃料が尽きればそれ以上の航海は不可能である連続航海日数の制約。通常型潜水艦の連続潜航時間を呼び連続航海期間を延長する努力は長年にわたって行われてきたが、単に潜ることができる艦ではなく潜ることが専門の艦。 すなわち、先行状態を状態とする艦が達成されたのは、原子力機関の長所を生かした原子力潜水艦が登場してかのことである。先行中の通常動力潜水艦の動力は、蓄電池に蓄えられた電力のみで、これによる水中速力は、最大でも二十数ノットが限界であり、また、その速度で航行した場合には、短時間で蓄電池の電力を使い切ってしまう。 原子力潜水艦は当初第二次世界大戦までの潜水艦の延長線上において魚雷を用いた水上艦への攻撃を主な任務とした。だが水中性能の向上に伴って潜水艦を水上や空中から探知することが困難になり脅威の度合いが増すにつれて潜水艦を潜水艦で刈る水中線の重要度が増すこととなった。こうして 遅くとも1960年代末以降には潜水艦に対する最も有効な兵器は潜水艦であるとの認識が一般化した。このような艦種は攻撃型原子力潜水艦 SSN と呼ばれることが多い。またその特性上、非特性が非常に高いことを生かし核戦略の一端を担う海中ミサイル基地とでも言うべき艦種も登場した。こうした 潜水艦を弾道ミサイル原子力潜水艦、戦略ミサイル原子力潜水艦、戦略源泉などと呼ぶ。初期のポラリス源泉では核弾頭1発を搭載した、長射程の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM-16 機を装備していたが、マーブ技術の進歩により、現在では1発あたり10から14発の核弾頭を搭載した。 多弾頭式の弾道ミサイルを16から24機搭載するまでになっている。弾道ミサイル潜戦は、大陸間弾道ミサイル、ICBM の固定サイロよりも発見されがたいという特徴があるため、先制攻撃の手段としてではなく、攻撃を受けた後の反撃手段、第二次攻撃手段としての味合いが強い。こうした潜水艦の登場は冷戦を背景にしたものである。 アメリカ海軍のジョージ・ワシントン級、一番艦は1959年収益を講師として、まず、アメリカ・ソ連、ついで、イギリス・フランスが、弾道ミサイルを保有するるようになると、攻撃型原子力潜水艦の重要な任務には、味方弾道ミサイル潜水の護衛、または、敵型弾道ミサイル潜水の捜索、追尾、攻撃が加わった。その後に、 弾道ミサイル潜戦を原型に、対地攻撃や対艦攻撃用の巡航ミサイルを装備した型も作られ、このような艦種は巡航ミサイル原子力潜水艦、SSGN などと呼ばれることとなった。これは、旧ソ連海軍において、仮想的たるアメリカ海軍の空母戦闘軍、現空母打撃軍への対抗上の観点から、特に大きく発展した。しかし、旧ソ連海軍は、 母国から遠く離れた地上発進の航空機兵力においてアメリカに大きく劣るため戦略ミサイル原子力潜水艦 SSBN とは別の種類の専用の巡航ミサイル原子力潜水艦 SGN を何十隻も建造し3種類の原戦 SSN、SSGN、SSBN SS を運用していた1940年代 ウラン核分裂反応の軍事利用に関する研究がなされた過程で核エネルギーを利用した潜水艦の構想がナチスドイツ等で考えられていた。戦後、ドイツの源泉構想を知ったアメリカ海軍のハイマンジー・リッコーバー大佐はその革新性に着目し、源泉開発を上層部に訴えた。当時の軍事的な核利用は爆弾が中心であり、 巨大な原子力発電プラントを潜水艦に搭載することなど夢のまた夢と考えられていたため、リッコーバー大佐の提案はまともに取り上げられなか。しかし、リッコーバー大佐が、チェスターに密定特二次基礎までして、実現を訴え続けた結果、最終的にはその熱意が認められ、合衆国海軍原子力部が設立され、リッコーバーはその長に就任した。 大佐は熱心かつ強力に原泉開発を推進した。こうして、リッコーバーの指揮のもと、世界最初の原子力潜水艦、ノーチラス、1954年春高、1955年初高校が開発された。このことから、リッコーバーは原泉の父と呼ばれている。ノーチラスは、世界で初めて北極の氷の下を先行して横断したことでも知られる。 この後、米海軍は1950年代後半から、量産型の攻撃型原子力潜水艦として、スケート級に始まる SSN などを建造、収益させた。また、世界初の戦略ミサイル原船は同じく、アメリカが開発したジョージ・ワシントンで1959年に竣工した。ジョージ・ワシントンは、アメリカ海軍のラボーン少々式の下で、搭載する。 ポラリスミサイルを含めて、わずか4年という短期間で開発された。1958年、帝国海軍時代より、通常動力潜水艦の建造実績を積み重ねて、北川崎重工業は、原子力潜水艦を建造した場合のコスト、必要な設備等について81ページのレポートをまとめ、後年これが明らかとなった。このレポートによれば、当時の資産では、 後の攻撃型原子力潜水艦に相当する艦一隻を建造するためには通常動力艦十隻分の資金を要すると結論されたという。1960年3月11日衆議院内閣委員会において当時の中曽根康弘科学技術庁長,長官はアメリカが豊富な原子力推進艦艇の建造実績をもって商業原子力船 サバンナを建造していることと比較し、日本は原子力潜水艦なんかを作る力も意志もありません。したがって、やはり商業採算ベースに合うということが非常に大事、と答弁しており、商業化によってコストの問題が解決されない限りは原子力潜水艦を建造する、しないという政治力が働く余地がないとしていた。作家の谷三郎は、1986年に、 出版された著書でソ連海軍力の伸長が続けば1990年代には必要性が高まる一方、日本には建造する能力があり、1950年代よりは通常動力艦と比べたコストを5倍程度まで低減させることが可能であると主張していた。2004年の防衛計画の対抗の策定時に防衛庁の防衛力のあり方検討会議において、 原子力潜水艦の保有の可否が検討されていた。2018年現在、原子力潜水艦を運用している国とその方、原用の実を下に挙げる。略語は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。